私あの、のこぎりには即興で呼んでもらったりして行ったりするほかは、あの一人で歌を歌ってあのしょぼしょぼやっていますので、うん、私はしょぼしょぼ歌う歌をじゃあ歌います、うん、で最初は音楽っていう歌です、うん、その時私は見ず平らな心を保つ小さな池のようでありたいと願う流れる雲を眺め風に波立ち静かに昇る月を映そう私は音どこかに忘れられた小さな笛のようでありたいと願う空洞の体を風が抜けたらそっと自分を流してみよう師匠がお亡くなりになってしまいましてね、去年ね、クリアったかな、うん、あのちゃんとあのご了承を得ていないでやっているんですけれどもやっているんですが、あの知らない方いますか、あ、お前はって知らん人いる、知ってる、うん、言えますね、じゃあ、はい、じゃあ、じゃあ言ってくださいね、
あ、じゃあ、あの、ちょっと試しに声を出してみます。最初のおって言ってくださいね。せーの。おー。まあ、まあ、大体、大きさとしていつもちっちゃいね。最初のお。お、大きな声でね。じゃあ、いきますよ。せーの。おかえりは、おかえりは、かわいい、むっちゃ。そして、わ。じゃあちょっとここ見ればもうちょっとね、あと、どこに置いた、ね、次歌う歌は、あの、冷たく凍った夜空を見てたらっていう歌なんですが、じゃあ聴いてください。冷たく凍った夜空を見てたら、星がいくつも降ってきて、私の頭に落ちてきた。それで私は死んだのさ。橋を渡
とも言えないいい気分。じゃあ一番最近作ったっていうか、Facebook でね、見てたら、坂下さんっていう釜毛のお友達のおじさんがですね、去年の、思い出をアップしてて、それが中原中也の詩だったんですけれども、ある種火の歌っていう詩集の中の、春酔い感慨、ちょっと読み方がわからないんですけど、まあ、春の宵 の、 胸の内っていうような感じの詩なんですが、これなんかすごくよくって、で若い時はきっとこんなん分かんなかったんだろうなって思いながら、すごいなんか分かるわっていうなんかね、あっていう思いました。62です62年作りました。いやなんかね、こんな年言っとかんと自分で別にね、62だから何よっていうか、そのなんか年齢に合わせる気はないんで、なでもまあね、着実にまあね、 おばさんっていうか、今日なんか餅つきばあさんって呼ばれてしまいましたから、ここルームでね、今度餅つきするんですけど、餅つきばあさんはいつ来れるのって言われましてね、はい、まあ餅つきばあさんですよ、いいですよ、本当にお母さんだからいいですよじゃあ最後にその春の夜の胸の内の曲を作ったんで、せっかくね歌います。人の詩ですけどね、ちょっと待って、どうなったかな。Oh,
ているんですね。他の人も来てもなんかどうしようかなと思って、なんか毎回間違えるね絶対。